やれやれだな。そうね、カムイコタンの夏はあっという間に終わってしまうから。ちくしょう、寂しいな。俺夏が好きなんだよね。うんうん、ヤンタムって夏って感じだもんね。元気いいし、腕まくり似合うし、それになんか眩しいし。おお、なんかよくわからんが嬉しいぞ。そういうマナリは春だな。え、私は春？春の花みたいに可愛いとか、そういうこと？褒めても何も出ないよ。いや、いつもポーっとしてるところとか、頭の中がいつも花畑だったりとか、そういうところが実に春らしい。褒めてる褒めてる。アコルルは冬って感じだな。冬？そう？ああ、少し厳しいけど白くて綺麗な季節、ナコルルにぴったりだろ。そうかな。味方はもちろん秋って感じだよ。いや、余ってたから。悪い悪い。さてと、まだ俺の季節、夏は終わってないんだ。最後の水遊びと行くか。え、ちょっと、もうすぐ日が落ちるわよ。寒くなるわ。平気だって。それに、川のカムイが
明日から寒くなる。水遊びは今日が最後だぞって俺の頭に直接囁いてきたぜ。私には聞こえなかったわよ、川のカムイの言葉なんて。ヤンタム、幻聴？冗談だよ。とにかく最後の川遊びだぜ。みんな来い。私はやめておくわ。よっしゃー、それじゃあ俺一人で川遊びだ。そーれー、一人で水の掛け合いだ。心臓麻痺には気をつけろ。バシャバシャーって、おい村すぎんぞ。今ちょっぴり涙で前が曇ったじゃないか。誰か遊ぼうぜ。私遊んでいい？おー、来い来い、行くぜマナリー。少し冷たいね。冷たいけど気持ちいいな。水が気持ちいいのも今だけだ。楽しんどこぜ。そりゃ、冷たい。今度はこうだ。それ。やめてよ。ほれほれ。よし、えい。そうね、うん、仲良しなのはいいことよ。気をつけろよ。風邪ひいても知らねえぞ。うん、ありがとう、イエンタム。そろそろ上がるか。水はかなり冷たいよ。やっぱり秋なんだな。はあ、俺の季節はもう終わってしまった。お、でも秋といえば大事な行事があったんだ。カムイコタンで秋といえばイトカイナよね。知らないの？そっか、無理もないな。今年が初めてだもんね。そうだ、帝には話したことなかったね。秋に催すお祭りなのよ。糸飼いなか、楽しみね。今年は誰が誰に告白するのかな。本当は動物の霊を慰めるお祭りなんだけど、好きな人に告白するお祭りでもあるのよ。
いや、違うよ。好きな相手にな、噛みつくんだ、ガブッと。好きなら耐えられるだろう。もうガブガブ、手当たり次第に噛みついてるよ。糸カイナの狂犬とは俺のことだ。ダメだよ、嘘教えたら。これからが面白いところだったのによ。男の人が女の人へ手作りの串を渡して告白するのよ。女性は串をねだることで愛を告げるの。いやいや、教えてないナコルルが悪い。だって私には関係ないことだし、それに味方もまだ子供だから話さなかっただけよ。で、ちなみにね、串を使って告白するようになったのは50年ぐらい前かららしいよ。チエローバの話によると、ある男の子がいて、その人は糸カイナのどさくさに紛れて好きな女の子に串を渡して告白したんだって。そうしたら男と女は両思いになれたんだってさ。はじめは神聖のお祭りの時に何をやっているんだって非難されていたらしいね。ああ、そうらしい。だけどいつの間にかそれがカムイコタンでは風習になっちまったんだよな。素敵な話よね。私も神話になってみたい。ドジカムイとしてカムイコタンに燦然と輝く可能性はあるぞ。私のドジはいつか治っちゃうから神話にはならないの。私も神話になるような恋愛してみたいな。女の子だったら誰しも憧れるよね。だったらその夢俺が叶えてやろうか。激しい恋なら俺にお任せだぜ。冗談だけど。え、やだやだやんたむーたら。ヤンタム、おでこにコブが。ん？大したことねえよ。平気だって。ありがとうよ。ったく、後先考えないんだから。いつかマナリのドジは大惨事を招く。返す言葉もありません。自分だけに被害が来るドジならいいんだけどさ、他人を巻き込む、なんとかすべきだぞ、人として。ごめんね。やっぱりお前って放っておけないな。え？何しでかすか分かんねえから、一人でどっか行くなよな。出かけるとき、一緒に行ってくれる？近場ならな。
いつでも一緒にいてくれる？気が向いたらな。何嬉しそうな顔してんだよ。俺はな、マナリのドジが心配だから。いつでも一緒だよ、約束だからね。お前のドジが治るまでな。きっと一生治んないもん。威張るなよ。もちろん気合い入れて作らねえと。その串ってあげる人決まってる？もしかしてマナリ欲しい？別にそんなんじゃないんだけど、もらってくれる人がいなかったら串さんがかわいそうかなーなんて思って。どうしよっかな、マナリにあげちゃおっかな。やだヤンタムってば。よし、嫌ならやめよう。嫌じゃない、本当にくれるの？冗談だよ。とりあえずそれは当日のお楽しみってことで。ずるいよヤンタム。まあまあ。ところで糸カイナについて面白い話があるんだ。それを聞かせてやるよ。はい、ごまかされた。みんな義理の髪飾りってのは知ってるか？まあ、友達の友達から聞いたんだけどな、糸カイナをやるにおいて好きな女が2人以上いる男は最終的には本命を1人に絞らなきゃならない。そんでもって結果的に本命で亡くなった女はお詫びとして髪飾りをもらうんだってさ。それが義理の髪飾りって言われるらしいぜ。なんだか悲しい話ね。本命で亡くなった女の子の方が。そうだな。ところでマナリ、その話の由来って知ってるか？知らないよ。それじゃあ教えてやるよ。数年前にさ、ある男が3人の女を好きになったんだってさ。それでそいつはどうしても一人に絞れなかった。結局糸カイナの時に渡す串を3つ作って3人の女の子に渡したんだってさ。優柔不断な男だね、最悪。そしたら運悪く女は3人とも男の告白を受け入れてくれたそうだ。ひどい、それって完全な三つ股じゃない。だけどそのことが後でバレて、女3人は怒って誰か1人を選べって言ったんだ。そりゃ怒るでしょうね。で、困った男は結局誰も選ぶことができなかった。で、その時男がそれは義理の髪飾りだって言ったらしい。それが義理の髪飾りの始まりってわけか。まあ今は義理の髪飾りをあげる風習はなくなっちまったみたいだけどな。しかしその男ダメ人間だよな。俺みたいに一人を選べばいいのに。それってどういう。
ちょっと用事を思い出したの。みんなはこのまま話を続けてていいよ。